皆さんこんばんは。3月25日土曜夜9時半となりました。今夜も始まります、マヨラジ。土曜の夜はあなたにとっていい夜を、ということで皆さん、1週間お疲れ様でした。皆さん毎日頑張ってて本当に偉い。ということでね、まずは近況なんかを話していきたいなというふうに思ってるんですけども、今日ですね、低気圧がね、まあ辛い、まあ辛い低気圧がもう本当ね、昨日のね夜から予感はしてました。昨日の夜からあれ、私多分明日体調悪いなみたいな、多分私明日頭痛に悩まされてるな、多分明日だるいなって予感をしてて、で起きてみたらやっぱりだるい、まだまだ寝てたいみたいな、で何、頭痛るっていうアプリでね、低気圧来てるのかどうなのか見れるんですけど、爆弾マークやばいです。はい、もう今日は辛かったね。そう、あとはだ、私なんか予感がさ当たるっていうか、私なんかね WBC あったじゃないですか。すごいですよね、本当日本を感動の渦にね、巻き込んだというか、もうすごいかっこよかったですね、やっぱり。感動をくれたっていうか、なんかね、でもそうなる気がしたんですよ、私なんとなくすごい安心して見れた。WBC 始まる前からなんか安心して見れるなみたいな、なんかやっぱ WBC ってサッカーと違ってなんか安心して見れるんだよな。サッカーは私あまり詳しくないから、野球の方がルールとか詳しかったりするからなのかもしれないんだけど、いやなんか勝てるっしょ、勝てるっしょ、これは勝てると思う、ここでゲッツーやるっしょで多分勝てるみたいなことを頭の中で想像したらその通りになるんですよ。いやこれ怖いですね、なんか今のね頭に考えてるよろし、なんかいい予感が当たりすぎて、なんか今後悪いことばっかり起きるんじゃないかっていう風な怖いんですけども、まあね、今起こっていることは今後に関わる因果と何にも関係ないっていう名言を私はそういう風に思った時に自分に言い聞かせてますということで、喋ると頭痛いマジで。ではもうマヨラジはちゃんと撮らないとということで、それでは先週から募集してました、本日のマヨラジ前半トークテーマは眉にしてほしいコスプレ衣装ということで、ありがたいことに私最近毎日のようにねライブ配信をするようになってからすごく皆さんからファンディングをいただきますね。全部自分で使うのはなんだかなっていう風な思いがあるので、やはりここはみんなの、みんなと、もちろん募金にもつなげるし、みんなに何か還元できないかなって考えた時に、コスプレやかわいいまゆちゃん似合うねっていうコスプレをしたらみんな喜んでくれるじゃんって思って、で皆さんにどんなねコスプレをしてほしいかちょっと、募集させていただきましたということで読んでいきたいと思います。レジオネーム伊藤浩一様です。トークテーマです。キャビンアテンダントコスプレが見たいです。今日のマヨラジもめっちゃ良かったです。それだけ、それではそれだはそれだは、最後は笑顔でさよならしよう。ありがとうございます。あれ、こういう大人っぽいの多分似合うよね、なんかこうシュッとしてるっていうかさ、可愛い系とかじゃなくて、こうなんかシュッとしたなんかフォーマル的なピシッとしたコスプレに似合うと思う。ありがとうございます。続きましてラジオネームソーリさんです。まゆちゃんのコスプレ、男の子時代のコスプレ、学ランがいいな。髪型もリーゼント、こうリーゼント化させて絶対可愛いよ。あ、かっこいいじゃなくて可愛いのくありがとうございます。続きまして小谷よしさんです。コスプレメイド
チャイナ、ナース、ラムちゃんのコスプレ、冗談はこれくらいで、メガネコスプレのコスプレなら、あ、まあ、すみません、メガネ姿のコスプレなら自分はどんなコスプレでも好きです。ありがとうございます。ラムちゃんはね、ちょっと調べてみたんですけど、さすがにきつい。ラムちゃんのコスプレはちょっときついかな。続きまして、ラジオネームゆうかさんです。チャイナドレスです。ありがとうございます。チャイナドレス優先的に買おうかなって今は思ってます。続きまして、ラジオネームエンジェリングさんです。トークテーマです。まゆさんにしてほしいコスプレ、リゼロのレムのコスプレをしてほしいです。青い髪にピンクの髪飾りとメイド服、両手に握った薬の先にトゲ付きの不外鉄器を準備したら完璧です。いやー、それはアンチコメやイライラ立ちはだかる大きな壁をぶち壊しちゃえ。あ、ごめんなさい、祝女のまゆさんになってると。さすがにね、鉄球は難しいかもね。鉄球は難しいかもしれないけど、レムのコスプレは探しておいてあります。はい、まだ買ってありませんけど探しておいてあります。続きまして、ラジオネーム JP7 さんです。トークテーマですが、コスプレはセーラームーン、月に変わってお仕置きよなんてね、ちょっとエッチなコスプレならレースクイーンかな。すいません、女子になりました。できればでいいのです。もう一つお願い、バドワイザーガール無理かな。ということで、レースクイーンならできんじゃない。あんまりエッチなのはできない。エッチ売りで、エッチ売りはね、私できないんですよ。他の元男の子インフルエンサーさんと違って、他の元大手元男の子インフルエンサーさんたちと違って、そっち路線でね、そっち路線でね、私自分を売れないんでね。はい、だけどレースクイーンぐらいならできるかな。バドワイザーガールね、ちょっと探してみたけど、ちょっと無理そうだったかな。ラムちゃんは無理。そうですね、ラムちゃんはちょっときつかったかな。ということで、皆さんありがとうございました。一応ね、今回いただいたコスプレ衣装の提案につきましては、きちんと Amazon の方で探して欲しいもの、リストに入れてあります。ということで、来週のナレージ前半トークテーマは、まあ、WBC もありましたし、スポーツ関係で皆さんが好きなスポーツのエピソードを教えてください。部活でこれをやってましたとか、部活でこれやってましたとか、あとこのオリンピック見てました、ここ超感動しましたとか、この選手が好きですとか、実際に自分で趣味でこういうスポーツやってますっていうのを、送ってきてください。お送り先は、この動画のコメント欄になります。採用期間は来週の木曜日までです。よろしくお願いします。ということで、アイケチャスみます。土曜の夜はあなたにとっていい夜。はい、3月25日土曜夜、もうすぐ19、まだ9時45分ぐらいかな。ちょっとね、喋りすぎて疲れちゃいました。はい、本当に低血圧がしんどくて、はい、すいません。ということで、番組後半では、皆さんからいただいたコメントに返信させていただきます。ということで、ラジオネームエンジェリングさんです。ちゃんとサムネに釣り動画って書いてあるのに結構再生されてる。本当にね、ごめんね、マジで釣っちゃったわ、マジでごめん。ありがとうございます。割と釣れたね。続きまして、ラジオネームゆうかさんです。メンバー登録の方法を時間作って教えていただきありがとうございます。手続きが苦手で少しずつ進めています。メンバー入会させていただくので、しばらくお待ちくださいね。 OK です、ありがとう。てか、もうメンバーになってくれてんだね。ありがとうございます、ゆうかさん。ゆうかさん、メンバー登録おめでとう、ありがとう。こんなに
包括的な優しい配信者いないでしょありがとうございます。はい、続きましてラジオネーム伊藤浩一様です。明快痛快な動画お見事ありがとうございます。うん、ショートですね、ありがとうございます。続きましてラジオネーム伊藤浩一様です。肉体改造企画お疲れ様です。ロングヘアとあのちゃんカット、あまのじゃこです。二人に会うの楽しみにしてたのよ。してないです。わ、若いね。若いね、まとめないでください。あ、若いね。ところでおいくつなの？言いたくないです。ありがとうございます。両方見ることができて満足します。今日も動画ありがとう、おやすみなさい。ありがとうございます。あのちゃんネタはね、こう伊藤浩一様がねすごいハマってくださって嬉しいです。ありがとうございます。続きましてラジオネーム青い殿さんです。ワイモンも男の子の気持ちはわからんね。わからんよね。うん、青い殿さん、いつかコラボしよう。ありがとうございます。続きましてラジオネーム僕とマリアさんです。なりたくて なったわけじゃないっていう人がもう少し増えてくれればいいんですけどね。 LGBT に理解をじゃなくて訴えるべきところはそこだと毎回思います。うん、自らがセクシュアルマイノリティになったわけじゃないんだ、自らが性同一性障害になりたくなったわけじゃないんだっていうことをね、どんどん言っていきたいですね。はい、続きましてラジオネーム小谷よしさんです。楽しみ、でも今週夜の方がバタバタするから落ち着いたらゆっくり見ます。大丈夫か、疲れてないか、働きすぎてないかね。えもうゆっくり休んでね。続きましてラジオネームあかねずらさんです。メガネ猫耳に燃えました、ありがとう。ハローハローナリアンスってやつですね、ありがとうございます。続きまして友永純一さん、まやさん、こんばんはです。こんばんは。続きましてラジオネーム伊藤浩一様です。体の揺れとピー音で爆笑に次ぐ爆笑、めっちゃ楽しかったです。今日も動画ありがとう、おやすみなさい。これ私ねマジで傑作、超笑え、自分で笑ね作りながら笑ってた、超いいよね。まあ伸びなかったけど、まあいっか。この辺にしとくか、ちょっと疲れたということで、なんか私今月3月もう疲れたばっかり言ってて、本当皆さんに申し訳ないんですけど、まあ本当にね、この月はいろんなことがあって疲れましたね。はい、皆さんもねゆっくり休んでって言っても休めないよね。みんな本当みんなの方が疲れてると思うのに、本当皆さん偉い。ということでまた来週からね頑張っていってらっしゃい。来週のマイルズ前半のトークテーマおさらいです。スポーツにまつわるエピソードを教えてくださいということで、皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたね今夜明日とゆっくり休んで、来週また頑張っていってらっしゃい。シフトの方はもう明日からとか今からもう仕事かな、もう本当頑張って、うん、皆さん本当に偉い、本当に偉いということで、ゆっくりおやすみなさい。いい夜を。